吉祥寺秋祭りは、東京都武蔵野市吉祥寺にて、毎年秋に開催される秋祭りである。吉祥寺の氏神、武蔵野八幡宮の例大祭に合わせ、9月第2、土曜日と日曜日の2日間に分けて行われる。吉祥寺の街中を、勇壮なみこしが練り歩く。1973年より、毎年開催されている。吉祥寺の御腰には大きく分けて2種類があり、一つは、 武蔵野八幡宮の宮御し、さらにもう一つは、各町会がそれぞれ所有する御しである。このうち、武蔵野八幡宮の宮御しは、武蔵野八幡宮御し保存会が維持、管理をしている。両日とも行われる、町会新与都御には、武蔵野八幡宮の宮御しと、町会新与十期の、計十一期の御しが参加する。二日間にわたり、 三越以外にも子供三越、出しや縁日が行われるほか、また、武蔵野市の無形文化財である、武蔵野林も披露され、多くの人で賑わう。以下の十町会の三越のほか、武蔵野や渡宮三越が加わり合わせて十一期の三越が参加する。各町会とも、三越担ぎは、町会規定の反転の着用が義務付けられる。 他この形で行われるようになったのは1992年からで、それまでは例大祭と同様9月15日に行われていた。AB11 期のみこしが吉祥寺を練り歩く恒例、吉祥寺秋祭り開催へ。吉祥寺経済新聞。 http://kichijoji.keizai.biz スラッシュヘッドラインスラッシュ1232スラッシュ2011年9月10日閲覧。吉祥寺秋祭り武蔵野市タウンガイド第41回、吉祥寺秋祭り本日は完全中止となりました。明日への延期もありません。 武蔵野市観光機構武蔵野市の観光イベント情報2013年9月15日発行ありがとうございます。